こんばんは。おは。にじ。朝からめっちゃ可愛い、ありがとう。ご飯2時金魚ありがとう、玉屋ありがとう、お、ありがとう、緑の花火ありがとうございます、たくさん緑の花火、あとありがとう、誰もありがとう、紫の紫ありがとう、おはにじ、おはようございます、元気ですか皆さん、星ありがとう、かわいい、ありがとう、たくさんありがとうございます、かわいい、たくさん、アイコンありがとう、ありがとう、タコの花火、ハートありがとう、星もありがとうございます、今日はマジ配信予定久しぶりに入れました、すみません全然入れてなくて、たまにありがとう、星ありがとう、この配信のために朝早く起きた人ってどのくらいいるんだろう、いるのかな、都落ち、すみません、金魚ありがとう、ハートありがとう、いいありがとう、ハートありがとう、お大富豪めっちゃ頑張ってる、大富豪うちめっちゃ頑張ってて、ちなみにマジでめっちゃやってます、多分12期で一番かわかんないけど、レベルも23とか、ハートありがとうございます、星ありがとう、え、4時本気ありがとう、16周年が発表されたので皆さん配信見てましたか皆さん、昨日のココミンと対戦したツイートめっちゃ見ますよね、ハートありがとう、12期1位取ろう、頑張ります、熱い、ハートありがとう、お、クマだ、かわいい、ありがとう、ショールームクマありがとう、ハートありがとう、16周年発表されたので皆さん来てください、お披露目からもう1年は経ってるんですけど、でも1年ぶりにあの場所でまたパフォーマンスできます、今日は暑いんだ、誰もありがとう、タコありがとう、おはよう、初見さんも虹ありがとうございます、虹ギフトありがとう、ねえかわいい、ありがとう、16周年同い年ですね、 SK と私、リンボースターありがとう、ハートありがとう、今んとこ来る予定って方いますか、16周年、3日間あるのでね、亀戸籍もありました、
ハートありがとう。結婚してありがとう。行くよありがとう。金魚ありがとう。はーい、ありがとうございます。結構たくさんね。3日間ともなんかさ違う楽しさがありそう。悲しいね。ありがとう緑の花火たくさんありがとうございます。え、カメコン初めてな気がします。二次サイリウムありがとう。ミックうちはありがとう。虹ギフトありがとうございます。虹マジでそう、初日はマジココミンが生まれて、すぐのせとりになってるのかな。お楽しみにですね。金魚ありがとう。虹ありがとうございます。虹カメコ、カメコ時期ってやっぱ人気なのかな。キミの幼少期の写真が一枚うちのインサイズに見え、嘘。最近メール幼少期の写真を送るようになりました。ハートありがとう。虹ギフトありがとう。たくさん虹がたくさんかかってます。マジ赤ちゃん幼少期。おヒョウ柄のココミなんかさ、めっちゃヒョウ柄喜んでくれる、嬉しいです。おはよう、おはよう。朝はおはようが多い。おつにじね、自分が4歳とか0歳の時に出た曲をやるので、ね、不思議な感覚。ありがとう金魚。でもね、昔も変わらず派手なものが大好きだったので、ヒョウ柄とかピンクとか。え、31日当たっておめでとうございます。よかったですね本当に。会社ついてお仕事行ってきます。頑張ってください。何時まで配信しますか。何時かな。7時。35ぐらい2段上読み段。当たり。テレビ行けてない。見ました、ありがとうございます。ありがとう青サイリウム星ありがとう。ココミは今年プール行ってないです。虹サイリウムありがとう。緑もありがとう。
眠い。テロップ書いてます。今は何かカラスが鳴くと長野を思い出すんですよね。長野の朝。頑張ってください。ありがとうございます。初見です。サイリウムありがとう。アートありがとう。カラスって意外と頭が良くて凶暴なんですよね。リンボスターハートありがとう。周年コンサート全部申し込みます。待ってます。ぜひ皆さん来てください。ハートありがとう。おはにじ金魚欲しい。ありがとう。でも絶対に前よりは涼しくなっててほしい。ハートありがとう。ありがとう。おはよう初見。金魚ありがとう。カラスね、怖いよね。たまにあのカラスってカラスがめっちゃ苦手な友達とかいたな。バラ星ありがとう。星ありがとう。バラありがとう。朝ごはんまだなんですよね。ユニコーンクマありがとうございます。レインボースターありがとう。ありがとう。スターありがとう。カメラ近い。ハートありがとう。髪の毛ボサボサでうざい。常にレンボスターありがとう。金魚ありがとう。こんばんは。
ハートありがとう。レインボースターもありがとうございます。ハートも。いい公演楽しかった。星ありがとう。レインボースターもありがとうございます。おはようございます。こんばんはですね。癖です。ハートありがとう。早いね、15分経つの。小判ありがとう。ハートありがとう。骨も元気です。 ありがとう初見さん。わかる、声出していこう。全めっちゃ流れてるよね。おはこんばんちは。おはよう。大富豪を当選大戦できますように。みんな夏休みはめちゃ寝ます。睡眠大好き。どうしたら対戦できるんだろう。でもマジで国民のファンと当たんないんですよね。めっちゃやってんのに。同じ人とこの前3回連続ぐらい会いました。運ですよこれは。沢田さんのファンの方と3回ぐらい会いました。覚えました。すごいよね、そんなことがあるんだって感じ。そうなんですよね、同じ符号とか被ったらできないですね。星ありがとう。幕張のワンピースをまだ悩んでるんですよね。でも上の文字が、上の文字みたいなあるじゃんが変わってたらやってるって思っててください。変わった時にやってます。でもだいたい夜ですね、うちがやってんの。星ありがとう。そう、普段と違う系にしたいんですよ。でも普段と違う系っていうのですごく悩んでて、うん、かわいい、ありがとう、たくさん。ここみおはよう。今起きた、おはよう。いつもどういう感じになってんだろう。
なんか大富豪のカードがなんか進化して顔がアップになりました。急にやってたら、昨日の夜顔アップになったので、レベル1のカードが顔アップになったんですよ。でもなんか顔アップの方がかっこいいのでレベル1のやつにしました。失礼しました。顔がアップの方がいいんだよね。ね。ありがとう金魚。ハートもありがとう。どうやったらあれさ、どうなんの？めっちゃやったらなるの。少しお久しぶり。うちも覚醒させたい。でもシークレットが出ないんですよね、自分のめっちゃやってんのに。シークレットだけ出ないんですよね。もうね、出ないんですよ。星、ありがとう。なるほど。バラ、ありがとう。なんかレベル3のカードみたいなのあるじゃん、12345みたいな、シークレットまでの。でもなんかもうイワニャンのやつ75とかレベル。なんか3番目に強いカードみたいな、3番目のカードに岩に入れてたんですよ。もうレベル75とか78とかなんですよ、岩にゃんのカード。小判星ありがとう。なんかめっちゃ強いんですよね。休みだけど来た。おはにじありがとう。ここみもガチャガチャします。だったら覚醒するの？どうやったらそんな早く覚醒できる？あと誰もありがとう。12期込みだけ、12期自分だけ持ってないんですよね。でもさ、めっちゃ弱いけどいいのかな。コミもいるし、楽しみ、楽しみにしててください。ああ、なるほどね。倍増券。コーヒー飲めないんですよね。ああ、なるほどね。覚醒させたいな、早く。タコありがとう。ギッツココミ写真が可愛すぎた。ありがとう。金魚ありがとう。覚醒しますように早く。シークレットが欲しい。ではおつにじありがとう、来てくれて。シークレットが欲しいんですよね。でもシークレット自分だけ出てない。ピエンかなり。でもなんかその倍増券を使いたいと思います。あとガチをたくさん引きたいです。ハート星、金魚ありがとう。おはよう。
おつにじ頑張ります。大富豪も上を目指して頑張ります。大富豪は1日3時間に3時間は嘘、そんなにできてない、気持ち3時間なんですけど、多分正確に言うとでも1時間はやってますね。家に帰ってきて配信がない日はやってます。そのぐらい。ミキのお風呂に買った。ファイトありがとう。あのさ、メールの返信でさ、お風呂に負けたって書いたらさ、お風呂に入ってないって思ってる方がいて、お風呂に負けてるけど一応お風呂には入ってます。そう、一応お風呂には入ってます。そう、お風呂に入ってないみたいな、お風呂に入ってないのみたいなメールの返信の方がいたんですけど、あのお風呂には入ってます、しっかりと。お風呂に負けたっていうのは、うちがね、お風呂に勝つ時間帯があるんですよ。それは22時から23時45分ぐらいまでが一応お風呂に勝ってるんですよね。でも、もう23時45分以降になるとお風呂に負けてるんですよ。そう、でも一応入ったらお風呂に勝ってるんですけど、一応ね。でもお風呂に負けてるんですよ、それは。お風呂8時はやばす。昔のうち。ここみーつも頑張ってるから頑張りすぎないように体調気をつけてね。ありがとうございます。今日火曜だと思ってた水曜日。いいね。ファイト、ありがとう。スター、ありがとう。かわいい、ありがとう。わかる。そう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 。仕事行ってきます。頑張ってください。そう。帰ったらまずお風呂いいね。マジで髪の毛乾かすのが超めんどくさいんですよ、うちは。なんかお風呂に入って髪の毛洗って湯船に浸かるのはめっちゃ好きなんですけど、髪の毛乾かすのが本当に嫌なんですよね。金魚ありがとう。金魚ありがとう。そう、髪の毛ね、乾かすのが本当に嫌なんですよ。でも乾かさなかったら乾かさなかったで髪の毛が傷んでしまう。青緑だるま、ありがとう。誰もありがとう。最近のお菓子のブームね、何かな。でもまだあのチョコのやつ大好き。チョコが大好きなんですよね、本当に。本当にさ、なんかやりながらじゃないと髪の毛を乾かせない。昨日大富豪頑張りました。ありがとう。嬉しいです。最近グミですね、結構。でも、グミですね、最近は。髪長いよね。
伸びたんですよ。グミはたくさん入ってるのが強いですね。だるまありがとう、星ありがとう、今日も暑いから気をつけてね、ありがとう。大富豪は今ランク407、頑張ろう大富豪。片組噛んでみーなみたいなやつ。お盆休みで会社の人がもえ、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。誰もありがとう。グミステップ踊れないですね。でもなんか雰囲気戻ります。バラありがとう。ガツンとみかんグミ美味しいよね。星ありがとう。ハロースタスタスタ、今日も頑張ったまま See you。長野夏休み早いよね、都会と比べると。なんでって毎年思ってました。大体8月23から学校なんですよね、長野の場合。多分名前は伊藤ここみです。ここみです、ここみ。シャンシャンスタ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 。冬休みも激短くてやばい。マジで冬休みに関しては長野県てかマジで過去最高に短かったのが7日、7日だっけ10日だっけ、えマジ7日だった気がする。7日ぐらいしかなくて、もうその時は何かと思った。だから長野でも夏休みは長くて最高って言われてたんですよ。あれでもみんな周りハートありがとう。えそば食べたいかも、なんか今だけ。そう春休みもなんかそのそんな長くない、13日とか。春休みも言うてだから夏休みが25日ぐらいあったんですよ。長いんですよね。でも冬休みだけ急に7日間とか寒いのに。星ありがとう。今起きた、おはにし。でもなんか結局雪で休校になったりするんですよ。夏休みマジで1ヶ月もないよ、なかった。1ヶ月以下いない。おつにじスタ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 。なんかコメント、え、なになになに、あ、動いた。
そう、短いの。でも6時間目まであるんでますね。夏6時間目までとか、懐かしい言葉なの。金魚ありがとう。でも学校って絶対痩せるなって思ってて、だってあの 1,2,3,4,5,6 時間あるじゃん。で朝の7時半ぐらいに学校に行って、でもそこからさ朝昼の12時50分ぐらいまで何も食べれないのじゃん。絶対痩せるじゃん。で給食もさ別にめちゃくちゃ多いってわけでもないじゃん。でそのまんまさ夕方の部活がある場合はさ夕方の夜の19時ぐらいまで何も食べないわけじゃん。絶対痩せるよね。でもその分めっちゃさ頭使ったりさ動いてるわけじゃん。めっちゃ本当に痩せそう学校って。特に中学校。レンボースターありがとう。金魚ありがとう。まあ高校はさなんか休み時間にさお菓子が食べれたりとかさあるけどさ、あとお弁当自分の食べたい分持ってくると。中学校は本当に痩せそう。でもねうちはね結構耐えてた。しんどかった。お腹すくの。ありがとう。サイリウム。ありがとうギフト、ありがとう。でもね、なんか修学旅行の時にそば作り体験みたいなのがあって、でもそば選択できたんですけど、そば作り体験選ばなかったんですよね。自分でコップを作れるやつ選びました。なんか粘土みたいなやつから。でパンの自販機とかめっちゃ憧れてた。虹が可愛すぎて最高の朝です。冷凍食品マジ美味しいよね。え、ねえ学生いいよね。中学戻りたいってめっちゃ思うんですよね。中学ってさスマホがないじゃん。その分さみんなでさ会話する量も多かったしって感じ。休み時間とか ねって思います。初見ですね。え、でも中学校の頃はありましたね。授業中に手紙回すの。流行ってたのかな。流行ってるよね常に。でもバレたことないですね先生にあれやってて。うちはない。陶芸だっけやりました。わかる。独特のやり方するよね。わかる。
でも先生に中学校の時は全然怒られた記憶ない。でも小学校の頃ココって呼ばれてたんですよ。結構ココ結構な人にココって呼ばれてて、だから多分あだ名ココだったんですよね。ココでした。ココみんなココみたいな。金魚ありがとう、星ありがとう。マジここ虹とかマジでなかったんですよね。天才だなって思いました。こっち来て虹って可愛くて、虹見とか呼ばれますね先輩から。ココって呼ばれてました。アイスありがとう。本当に中学怒られた記憶がなさすぎてちょっと思い出したい。怒られた記憶を。ってくらい怒られた記憶がないんですよ私。すごいよね逆に。本当に怒られてなかったのかな。ただ自分で忘れてただけなのかな。ないかも。でも伊藤結構いたんですよね。怒られたことないかもしれない。なんか注意とかはあっても。小学校はめっちゃ怒られた。でもなんか誰も虹とかには触れなかったですね、ニックネームに。ハートありがとう。緑の花火も。でも後から振り返ると多分怒られてる記憶がある方が絶対に楽しいです。おはよう。マジでスカートめっちゃ長くしてたんですよね寒いから。金魚ありがとう。マジでくるぶしレベル。もう絶対スカートって寒いからやめた方がいいよね普通にね。寒すぎてやばい。なんか寒い時は足首とか足を冷やさないようにってさ言うけどさ、言うじゃん。なんかくるぶしとか足を冷やすの良くないみたいな。でもスカートとかってめっちゃ冷えるじゃん。たまやありがとう。でも授業中とかはマジで長くしてもバレないの。でもなんか短くするのはダメみたいな感じだった。なんか長くすることにあんまり注意はなくて。リンボスターありがとう。でもなんかすごい短い子は短かったけど何も言われてなかったし。ハートありがとう。リンボスターありがとう。タコありがとう。可愛い、ありがとう。そうだからめっちゃ長くしてました。寒すぎて本当に嫌だったな。
マジ冬の時回路2つ貼ってた。金魚ありがとう。おはようございます。マジ寒いの嫌だったな。リンボスターありがとう。長野マジ寒いので冬マジヒートテック着てた。体育ね、でも体育の半ジャージをの半袖をズボンの中にインしなきゃいけないんですよ。半袖を短パンとかにインしなきゃいけなくて、それが本当に嫌で、短パンにインをするのが。インしないで何回か体育やってたけど注意されたことぐらいしかないかも。誰もありがとう。インするの謎じゃない？足長効果は絶対ありますね。お疲れ様です。謎ですよね。お腹冷えるからね。わかる。ジャージのね、前閉めないとあるわ。あったね。開けすぎたらめっちゃ怒られたって言ったからね。おはよう。でももう中学校のルール忘れてるから、もう中学校今行っても多分転校生みたいになる。金魚ありがとう。金魚ありがとう。謎の校則多すぎてやばい。なんか体育の時絶対髪の毛縛んないといけなかったんですよ。なんかそれは担当の先生によって被るんですけど、たまに自分の担当の先生が休むと違う先生になるんですよ、体育の先生が。で、特に厳しい人がいて、体育中に髪の毛長い女子の髪の毛を縛ってないことに、その先生に当たった時の体育が本当に嫌だった。でも髪の毛縛んなきゃいけないんですけど、なのにヘアゴムを学校に持ってきたらダメなんですよ。謎じゃない？だからもう朝から縛ってこなきゃいけないスタイルみたいな。嫌すぎる。謎だよね、これ。ヘアゴム禁止なんですけど、一応体育の時は縛らなきゃいけない。冬は最低気温マジマイナス、マイナス2とか？マイナス5とか？そんな下がらない？でも縛って登校したことマジない。マジ一回もないし、体育の授業もマジで髪の毛縛ってたことないぐらい嫌だった。読み段です。そう、マイナス7いますね、そのくらい。もう全然めっちゃヘアゴムつけてました。13位クッキーさんありがとう。12位レブロンありがとう。
11位グラスさんありがとう。10位キュージさんありがとう。9位佐藤ちゃんありがとう。8位キュートだっけかわいいさんありがとうございます。7位ヤマッチさんありがとう。6位純喜ありがとう。ココミンの養分。5位消防さんありがとう。4位アンキューさんありがとう。3位ゴッチさんありがとう。2位トッシーさんありがとう。1位ネオジーありがとう。ネオジー1位ありがとうございます。壇上みんなカエルアバターありがとう。私のとこと同じくらいの寒さ。ずっと髪の毛これですね。ありがとう。かわいい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。朝からどうもです。皆さん「ファイト」ありがとう。ハッピー大富豪突き進むぞでお願いします。皆さん今日も「ファイト」メールでまたメールの返信も待ってますね。マカリトークも握手会も待ってます。7日がメイドで9日はワンピースでぜひ来てください。2時に会いにし来てください。で16周年もコンサートもぜひ3日間来てください。成長した姿を見に9月もトーク会握手会も待ってます。10月は周年コンサートで待ってます。お来月ココミにするからね。ありがとう。ありがとうございます。来てくれた方もコメントくれた方もギフトくれた方もありがとうございます。またねー。